餅をついたら爆破、衝撃ドッキリ。ターゲットは8日水曜夜10時スタートのヒューマンドラマ僕のいた時間からこの2人。いやではそうですね、去年以上に物事を深く考えて行動する年にしたいと思っています。私は去年以上に、笑いたいと思います。いいね。明けましておめでとうございます。三浦春馬です。多部未華子です。せーの、えどこでしょう。餅がね、こんなね、破裂するわけがないんだ。そう、びっくりした、今。おー、真っ白だよ。あー、びっくりした。え？え？何これ？うそ、俺初めてやられたんだけど。びっくりって。何のびっくりですか？ドッキリです。ドッキリ？はい、びっくりって言ってましたね、僕ね。ドラマ「僕のいた時間」、難病と戦う今を生きる青年を全身全霊で演じています。8日水曜夜10時スタートです。ぜひご覧ください。